んですし、いろいろ町を見て回ってみませんか。どんな物事も見知っておくのは錬金術のいい勉強になると思うんです。細かなところに至るまでお気遣いを感じます。感謝に耐えます。ありがとうございます。やったー。じゃあ私は鍛冶屋に行こうかな。私はどうしよう。行きたいところがバラバラみたいなので、見終わったらまたこの広場に集合ということで。わかりました。イザナちゃん、迷子にならないようにね。レズノちゃんこそ悪い人に捕まらないようにね。大丈夫、たくさん本読んでオートの予習はしているから。それじゃあまた後で。